入院患者の食事摂取量を判定する AI システムの研究開発ということで、研究報告をしたいと思います。我々も先ほど、お話しいただいたオツクルの、クラウドファンディングの支援を受けて研究をしております。で、まず、最初にちょっと自己紹介をさせていただきたいんですけども、私、田木正人と言いまして、徳島県の出身です。で、徳島大学出身で、今、医師薬学研究部の医療情報学分野で働いています。で、研究としては、診療業務の効率であったり、安全向上のためのシステムの構築であったり、医療情報を安全に取り扱うためのセキュリティ環境の構築であったり、あと今回の話であります、医療を支援する人工知能 AI の話です。で、まあ、病院でも働いてまして、病院業務としては、病院のその情報の管理であったり、セキュリティ教育、あとは病院の、治療、今どういうふうになっているかっていうふうなものとの、広報の動画の制作等をしておりまして、テレビ徳島で、テレビ、ギーキライフっていう番組等の作成にも関わっています。で、まあ、これをもって、大学病院そのものの、最新の治療、どういうふうなことを行っているかっていうふうな広報なども行っております。あと、地域の業務として、四国医療情報技師会っていうのを管理してるんですけども、あまりご存じないと思うんですけども、医療情報技師という職種がありまして、医療の情報を安全に取り扱うための専門職っていうのが、まあ、学会の方で作られている、まあ、新しい職種で、まあ、こういった人たちの連携の場を作って、まあ、医療情報っていうのを、まあ、安全に取り扱うっていうところに、今支援をしているような状況であります。しました。今回の研究の話ですね。治療は食事から AI で入院患者の食事量を自動判定する AI のシステムですね。栄養管理システムの実現を目指したいというプロジェクトが今回の研究の内容なんですけども、なぜこのプロジェクトが開始されることになったのかというのは、徳島大学病院の旧の栄養部長から簡単に入院患者さんの正確な食事量を把握できる方法がないか、最新の技術を使えば何かできるのか、できるのではないかっていうところから、こういったプロジェクトが始まっています。で、まあ、最近であれば、スマートフォンを使えば簡単に料理の写真が撮れて保存することもできまして、さらに、この、顔認証とかですね、こういった AI っていうのは特に画像解析において大きな力を発揮してますので、病院食の料理画像に AI の画像解析を応用すれば実現できるのではというところから研究を開始しております。まず最初に、食事摂取量を正確に測る必要があるんですけども、なぜそういったところの話になるかっていう背景のところから話をさせていただきたいと思います。栄養不良っていうのは、健康に及ぼす影響っていうのが大きいということが言われていまして、入院患者の20%から50%は栄養不良で、高齢者やがんの治療の患者ではさらにその割合が高いということが言われています。で、こういった栄養不良っていうのは、さまざまな病気の発症リスクの増加であったり、予後の悪化の原因となってまして、ここに挙げられているようなリスク因子っていうのがあります。ですので、こういった栄養不良の状態を防ぐことが重要で、そのためには適切な栄養管理っていうのをしないといけないっていうことが言われています。こういった栄養管理をするところと、食事摂取の関係なんですけども、適切な栄養管理を実施するために、ここに挙げられているような栄養アセスメントっていうのが基本なんですけども、その一つとして、食事摂取量っていうのがあります。こういった身体計測であったり、検査であったり、そういったものもあるんですけども、食事摂取量もその一つの、評価になりまして、食事摂取量を正確に測ることによって、栄養障害を早期に発見するための栄養介入ができるということから、こういった食事摂取を正確に測ることも重要ということが言われています。で、今、臨床現場でそういった食事摂取量の測定をどういうふうにやっているかっていうところなんですけども、食事、これ、標量法といって、食事の前後の重さですね、そこから測るのが一番正確に測ることができて信頼性が高いんですけども、重量測定の手間がかかるため、負担が大きいので、実際の臨床現場では、この下の目測法、食事前後の料理を見て摂取量を推定するっていうのが主に使われています。
これはまあ食べた量の程度を見る指標として簡便でいいんですけども、まあ、課題としてまず一つ目の課題が、まあ、少量法と比較するとまあ正確に測定できないことがあるということで、まあ、残量によったりとか、あと研修の有無であったりとか、職種等によって精度が異なる傾向があるということが指摘されています。なので、まあ、一つ目の問題が正確性の問題ですね。で、二つ目は患者の食事をまあ医療スタッフ全てが確認するのが難しい。実際、患者が判断した摂取量ケースも多いということで、まあ、これ徳島大学病院の事例なんですけども、実際、目測でスタッフが測ることができているというのは25%ぐらいで、まあ、それ以外は、まあ、患者から、食事摂取量を聞くということが多いというところの、まあ、測るための、まあ、簡便性がないというと、この2つの問題があります。ですので、今回、まあ、開発するシステムの目標としては、さっき言った正確性と、まあ、簡便性が向上できたらということで、まあ、正確性の方については、まず目測法以上の精度で、先ほど言った課題を克服できるようなもの、さらに、まあ、臨床現場で利用するためには、少量法との誤差が、まあ、1割以内であることが望ましいということが言われてますので、目標としては、まあ、目測法以上で、少量法との誤差が1割以内の精度を目標としています。もう一つ、簡便性については、まあ、目測法の同等の、まあ、負担、もしくは、まあ、それ以下の、まあ、負担で測定できれば簡単でいいので、それ、もしくは、まあ、医療スタッフ以外でも、まあ、測定できる方法があれば、まあ、測定が簡単になりますので、まあ、そういったことができればというふうに考えています。こういった正確かつ、まあ、簡便に、まあ、食事摂取量を測定する方法として考えられるのが、まあ、AI です。まあ、先ほど言いましたように、まあ、画像解析っていうのは、医療の分野においても大きな力を発揮していまして、まあ、ここに挙げられているような、まあ、臓器のセグメンテーションですね。こういった CT で今どこの臓器を見ているかっていうのをまあ簡単に分類することができたりとか、あと病変の検出、これ赤くなっているところですね。こういうふうにまあ病変じゃないかっていうところの検出の支援みたいなものは実際研究もされてますし、実際の、製品としても出てます。こういうふうに言われてますように、まあ、それを利用することで、まあ、撮影した料理画像っていうのも、まあ、それに応用することができるんじゃないかということで、まあ、AI 画像解析を活用して、まあ、測定できれば、まあ、簡単にできるはず、まあ、正確に、まあ、測定できるはずっていうことが考えられます。まあ、こういったことは、まあ、いろんなことで考えられてますので、すでに、まあ、AI が活用されている、まあ、食事関連のシステムっていうのもいくつかありまして、まず一つ目は、まあ、食べ物とか飲み物の画像から一致する料理名を推定できるようなものというのも開発されていて、まあ、ここに挙げられているように、まあ、正解率86%でまあ料理名の候補を出せるようになっていたりとか、あと食品の画像の各料理を検出して一致するレシピからカロリーを推定するようなものもありまして、まあ、これは正解値との誤差が20%ぐらいということも言われています。まあ、こういうふうに、まあ、すでにまあ AI が活用されて食事関連のシステムっていうのはいくつか研究されています。なので、まあ、これまでのシステムとの違いを言いますと、今までのシステムっていうのは、まあ、食事前の料理画像を撮影して、まあ、そこからメニューを判別して摂取カロリー等を推定するようなもので、まあ、食べ残しの残量までは考慮できていないっていうのが今までのシステムで、今回開発するシステムっていうのは、食後の料理画像の残量パターンを学習することで、残量を把握して実際の食事摂取量を正確に評価できるっていうことを目標にしてますので、それが、今までのシステムとの違いです。ですので、この下にありますように、病院食の献立と残量パターンっていうのを事前に学習して、まあ、食後の写真を撮影することで、まあ、そこから残量を AI が自動判定するっていうのが今回の開発するシステムです。こちらが研究の概要で、まず最初に、1ですね。AI モデルの開発と精度評価ということで、料理の残量を推定できる AI モデルっていうのをまず開発します。その次に、まあ、実際のシステムを構築して、まあ、臨床現場で使えるかどうかっていう評価をします。こちらに関しては、食事摂取量を推定する AI システムということで、まあ、後ほど、説明しますので、その次が、そこまでできたら最終的に、まあ、一つの病院だけだといけないので、まあ、多施設間の評価っていうことをしたいというふうに考えています。まあ、こちらが研究の概要となりますので、まず最初の1の AI モデルの開発と精度評価についての報告になります。今回対象とする食事なんですけども、まあ、ここに挙げられているのが徳島大学病院で実際提供している食事の種類で、まあ、特に有料食を摂取している患者っていうのは、まあ、術後であったり、まあ、治療によって、まあ、食べてはいけない
状態のすぐ後であったり、そういったところから、まあ、食事摂取量を、まあ、正確に把握する必要があるっていうところから、まず対象を一番最初に考えているのが流動食になります。で、今回開発している残量推定 AI モデルなんですけども、まあ、画像の認識でよく使われている、まあ、CNN ですね。こちらのアーキテクチャの組み合わせで作っています。まずやらないといけないのが、撮影した写真からまあ物体を検出して、まあ、どこに食事、料理があるかっていうところを見つけて、その領域と範囲をこういうふうに切り分けます。で、次に、まあ、クラス分類ということで、まあ、その料理が何か、これでやったら、重湯なんですけども、この料理、取ってきた料理っていうのが重湯ですよっていうことを判定します。で、さらに、まあ、残量推定として、今回は残量を、実際の臨床現場で使っている残量推定、まあ、0割から10割で今測ってるんですけども、その0割から10割を推定する。この料理だったら7割残っているので7割っていうふうな判定をするっていうふうな、まあ、AI モデルになっています。で、実際、まあ、AI が、まあ、そういったものを判定するためには、まあ、学習の教材が必要ですので、その学習教材となるデータセットを作っています。で、今回対象となるのが普通流動食ですので、この普通流動食、この右側の写真にあるようなものが普通流動食で、まあ、主食が1つと副食が2つ、あとパック飲料と調味料があるんですけども、まあ、これが摂取量が0から10割を含む分量の組み合わせを作って写真撮影して、まあ、それをデータセットとして用いてます。で、さらに、アノテーションツールを利用して、まあ、各料理の範囲っていうのをあらかじめ決めて、それに対してこの料理が何かっていう名前と残量のラベル付けしたものを事前に学習してます。で、実際の、学習している画像の枚数はこの下に挙げられている枚数なんですけども、ただこの右側のパック飲料と調味料に関しては見た目で残量がわからないので、これは料理の分類だけで用いてます。なので実際残量を測っているのはこの左側の主食と副食だけになります。で、実際開発したものが、まあ、どの程度の精度かっていうのを評価するんですけども、目測法と比較して、まあ、AI の推定精度を、正確性を検証します。で、正解データっていうのが、まあ、評量法で測ったものが一番正確なので、まあ、それを正解として、検証データは今回開発した AI による推定。で、対象とするデータっていうのは、まあ、管理栄養士が目測法で測ったものになります。で、実際の評価枚数は下に挙げられる通りで、例えばこれであったら、正解は7割なんですけども、例えば AI の残量推定が6割だったら誤差が1割ですよ。で、対象となる目測法で測ったものが4割だったら、まあ、誤差が3割なんで、これだったら、まあ、誤差が小さい AI の方がいいですよっていうことで、精度を検証するということをしています。左側が AI 推定の結果で、右側が目測推定の結果です。で、平均絶対誤差はこれ誤差なので小さいほど精度がいいものになります。で、もう一つの評価指標として決定係数っていうのがあるんですけども、これは1に近いほど精度が高いっていうふうな結果です。で、この表で表しているグラフ、表に関しては、このオレンジで書いているところが、まあ、実測値と推定値が一緒っていうことなので正解になりますので、このオレンジのところから離れれば離れるほど、まあ、誤差があるっていうふうな表になっています。で、これを見てみると、まあ、AI の方が絶対誤差が小さくて、まあ、決定係数はまあほぼ同等だったというところで、この平均絶対誤差については、先ほど説明した誤差が1割以内であり、あと、目測よりも AI の方が平均誤差が小さいということで、まあ、AI 推定の方が精度が高いっていうのを、この春の医療情報の春季学術大会で発表をしています。こういった、AI の方の精度が高いっていうところから、今次のステップに進んでいまして、実際のシステムを構築して、臨床現場で、患者が、取った食事についての評価をしています。実際、使用しているシステムなんですけども、こういったウェブのシステムを使っていて、事前に献立を登録して、さらに写真撮影して、そのウェブのシステムにアップロードすると、AI が献立と一致する料理名と、その料理の残量を自動判定して、まあ、このように野菜スープ30%残ってますよ、みたいな表示ができるようなシステムを構築しています。で、それで実際臨床現場で、この AI の精度の検証を今しています。で、普通流動食の100食を対象として、まあ、2つの病棟でありまして、下にありますように、AI モデルによる推定の、AI 推定と、あと、
同じ料理画像を人が見て行う。これ管理栄養士が行う画像目測推定。それと画像ではなくて実際の食事、直接料理を看護師が見て目測を行う評価。この3つについての評価を行いました。で、その結果は、先ほどと同じような表と誤差で出しているんですけども、これについては、平均絶対誤差が、どれも誤差1割以内だったんですけども、先ほどと違って AI の推定が最も精度が悪いということが、先週ですね、医療情報の連合大会で発表をしています。で、ここで出てきた課題として、まず1つ目、AI のところの一番下のところですね、この緑で出しているところは、全部食べた時の、精度っていうのが、目測と比べて AI は誤差がある評価件数が多いということが分かりました。で、もう1つの課題は、一番上の青で示しているところですね。全く食べていない摂取なしの時の精度っていうのが、これは直接目測はほとんど正解してるんですけども、AI と画像目測、なんで画像を見た場合は精度が悪いということが分かりました。そこで課題として挙げられるのが、全部食べている時の精度っていうのは、撮った画像の学習させた画像が悪いということが分かっています。で、元学習させた画像っていうのは、食べ物を全く入れていない料理をゼロとして、全部食べていて残量がゼロとして、そういったものを学習させていたんですけども、実際食べているものは、こういうふうな右側のように、ちょっと下の方に残っているような状態っていうのがありますので、こういった残量なしの学習画像を、こういうふうな、ちょっと残ったような状態のものを学習画像として追加することで、この課題が解決できるんじゃないかっていうことが考えられます。で、もう一つの摂取なしの時の精度っていうのは、AI も、画像、目測で人が画像で見る場合も正解率が低くて、これについてはちょっと写真の画像では捉えられない特徴で判断している可能性があるんで、もしかしたらこれについては画像で判断することの限界があるのかもしれないということが分かりました。ということで、今までやっている研究報告のまとめなんですけども、まず食事と医療、ヘルスケアの関係については、こういった栄養不良っていうのは人の健康に与える影響が大きくて、患者の適切な栄養管理が必要ということが言われていますので、こういった食事摂取量はその一つの、評価指標ですので、食事摂取量を正確に、把握したいんですけども、実際臨床現場で求められているのは、誰でも高い精度で測定できる正確さと、手間や時間の少ない簡便さになります。ですので、こういった入院患者の食事摂取量を判定する AI のシステムを開発して、病院流動食を対象とした AI モデルを開発して、AI の精度が高かった結果を報告しています。で、それを実際臨床現場で精度を評価した時の、今は課題を抽出している段階で、その課題に対して、この3つ目の臨床現場での実装に向けた今後の課題の1つで、AI の精度改善が必要ということと、あと AI システムを使うことで、簡便性が良くなったかどうかについてはまだ評価できてないんで、それを評価しないといけない。あとは、今は流動食だけですので、こういったゼリー食であったり、ペースト食など、流動食以外への職種の対応が今後必要と考えています。以上で報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。